オリー、ミオリーは2021年の夏にコンポーザー兼ギタリストヨース、ヨスの呼びかけでメンバーが集められ本格的に音楽活動を開始した音楽プロジェクトで、みずみずしく疾走感あふれるメロディに歌唱力と表現力を持つボーカルヒナのパワフルで弾けるような歌声が早耳リスナーの注目を集めているアーティストだ。ヨースが作詞、作曲、アートワーク、プロモーションまでを全方位プロデュースしており、夏の透明猶予は10代の不安や葛藤を描いた夏の青春ソングだ。楽曲全体を通して起伏の激しい展開を持つアグレッシブなサウンドと実体験に基づいて書かれた歌詞で、若者ならではの尖りや繊細さが表現されているが、平成ポップスをルーツとした良質なメロディを備えつつもジャンルレスなの一端を彩っている。夏の透明猶予のミュージックビデオは7月3日21時にプレミア公開される。